フランシスコ・デ・ゴヤの絵画。1808年から1812年頃、プラド美術館所蔵。巨人、ジャイガントは、様々な神話や伝説、ファンタジーに登場する伝説の生物の一種で、超神、巨体の神や人間、あるいは人型の生物、ア人間のことである。英語のジャイアント・ジャイアンツは、ギリシア神話のギガスに由来する。また、ティーターンなど、神である場合は、 巨神と書くこともある。媒体によってそれぞれである。知能が低く乱暴で、人を食べたりすることになっている場合が多いが、賢く、友好的だったり、超古代の生き残りになっていることもある。多くの巨人は、古い時代の神の信仰が残ったものとも言われている。北欧神話の巨人についても、同様の仮説が19世紀末、アクセル・オルリックによって提示されたが、 ジョルジュ・デュメジルは、ゲルマニアにおいてもカフカスにおいてもまた、ヨーロッパのいかなるところであれ、巨人崇拝なるものは決して存在しなかったとして、これを否定している。アジアでも新婚胆の一種として、中央朝の先祖の高貴日の母親は、野原で巨人の足跡を踏んで妊娠したというものがある。多くの人類学者やスミソニアンなどの博物館は、巨人の存在を動物などの骨の見間違いであると、 積極的に否定しているが、科学者の中には、巨人が実際に存在したと主張する者も,もいる。彼らは、ノアの箱舟伝説が実在した洪水から来ているように、ゴリアテなどの神話も巨人から由来しているのではないかと考えている。事実、巨人の骨と見られる2から3メートル近くの骨が見つかったという写真、新聞等の記録は残っているが、そのすべての骨は行方不明。 または消失しており、またその骨が巨人の骨であるという証拠も残されていない。ただし骨が見つかった記録のあるパッケット洞窟のように大きな人の葉のような骨が実際に見つかっている例はある。ありがとうございます。